でも、いくらもいた。もちろん来てんのかい。いくらもいたな。いい匂いがすんの。お前さんに光りやしないかと思うけどね。あんまり汚れたから、畳に変えたんだよ。畳に変えたのか。そうか。それでこのいい匂いしやんだ。いいもんだな。畳の新しいのってもんだな。畳の新しいのと女房の。女房は古い方がいいけどもなんだよ。変なことしないよ。お上がりよ。なんで？しょ？なんで軽いじゃねえか。そう。服じゃなんだよ。服じゃ。服じゃの味なんだ、忘れちまった。けどなんだな。主に借りやねえってやったらいいからもいいじゃな。忘れもしねえ3年前の今頃だ。苦しかったじゃねえか。あさっから借金取らしてやったな。なんだか俺借金が自慢してるような気持ちになっちゃった。おめえが見合ってて、積み上がしたよって言うと、俺はハッと整えへんちゃうんだな。だんしゃやっててみんな留守だ、留守だって。どう？もう夜遅くなってもう気が閉めえと俺安心しちゃった。おめえも少し安心の手だったら、すごい急におめえ米あげやった。俺とても入ろうと思って早くもうねえ。せめか俺は隅の小さくなって、その上おめえは風呂敷をパーッとかけてくれた。まだ帰りませんって言うんだ、米屋のやつは。困るじゃありませんか。そんなことして、尿が出ちゃって、しょうがないんですって、やってね。俺の被ってる振り敷にあって、なんだ、あの振り敷が動くのですね。なんてやると、俺あの時、どうしようかと思った。ほんとね。あんなことも本当にあったね。これも、お前さんが稼いでくれるおかげで、こういうふうに楽になったんだよ。神棚ご覧な乙女は上がってるし。ねえ、本当にお前さんのためだよ。一生懸命に働いてくれてる。いやー、俺は働くの面白くなってきた。この頃脇安が遊んでやるってと文句言ってんだよ。少し働け、働いてみれば面白くなるからって言ったら、働かなきゃいけないやな。そうね、ちょいと私はこれお前さんにちょっと見せたいもんがあんだ。見てくれるかい。なんで？妙じゃねえか。なんだ、つづらの底をかきまして、何もあるしないで。なんかあったのかい、そこに。これ見覚えがあるかい、お前さん。ほんと、それじゃねえか。そう。この財布。この財布で。この中に二分金で50両入って3年前にお前さんが芝の浜で拾ってきたあのお金だよ。俺の夢だっつったじゃん。そう、夢と言ってお前さんは私は騙したんだよ。やい、ふてはまたくさ。俺はな、あの時に、どんなに情けなかった、知らねえぞ。死ぬような思いした。でもどうも夢じゃしょうがないと思ってた。しょうがないと思ってた。しょう。ふざけやがってんとに、今も俺に、まあまあ、お前さん、まあいいよ。そりゃ腹が立つけどね、私の言うことも聞いておくれ。あの苦しい中にお前さんが、50両の金をしろってきて、私はどんなに嬉しかったか知れないね。けどお前さん、このお金どうすんだいって言ったら、これで着物のいいのをこしらえて小遣いを持って名物を食ったり土地に行ったりして、もう買い出しになんて行かねえんだってお前さんそう言ったね。世間というものはうるさい。魚熊さんのとはこの頃大変な分なってきた。いいなりをして、
うまいものを食べて遊んでいるってことが、お役人の耳でも入ってごらん。え？お前さんはちょっと、調べられるよ。調べられたときに、さあ、どうしたんだこれはって言って、お前さんが、少し役人に脅かされりゃ、ちょっと、芝の浜に拾いましたってことを言うだろ。拾った金をただ使ったんじゃ、それはすまない。え？そんなことがあって、お前さんが暗いところにでも行くようなことがあった。どうしよう。ちょっとお前さんに言ったって、この金は決して、私が預かるわけがない。大事な夫、善と悪との二つ人物。私はきっと知ってようと思ったけども、仕方ない。お前さんを無理に流してしまって、そして、大家さんのとこ行って、この訳を話すと大家さんが、すぐにこの金を届けた。そして、うちのお前さんが、働き出し、一年経ったとき、お金が、お金から下がってきた。お前さんにすぐこれを言おうと思ったが、いや、そうでない。せっかく一生懸命にやってるものをこの金を見せたら、また元に戻っちゃ大変だと、出したいお金は私は出さなかった。ちょうど3年目でお前さんが、人間は稼ぎはしちゃいけない。働くのが楽しみになってきたっていうか、もう大丈夫だと思って私はこのお金をお前さんに出した。これは、お前さんがお金からもらったお金で、そりゃ使おうとどうしようと思う、お前さんの勝手。ただ、3年の間お前さんを騙したのは私が悪かった。さあ、熊さん、私をどうでもしておくれ。どうしても警察をどうでもしておくれ。まあ、お手紙なさい。ああ、おらバカだな。おめえがいるからこうやっていられるんだ。そうだ、その時にその金なんて使ってみねえ。おら、くれえとこに連れてかれちゃう。そうなったらどうなっちゃうか今わからねえくれになってら、こうやってうちが楽になって人の信用もついてきた。みんなこれおめえのおかげだ。なんでおめえなんて打てるもんか。おめえよくって言うから俺の手が曲がっちゃうよ。手曲がんねえぞ、ほら。まあ冗談ちゃうね。俺のこと謝るんだ。おかみさん、すいません、勘弁。なんで謝らなくちゃっていいんだよ。じゃあお前さん何か、もう許してくれる？許すとこじゃねえよ。冗談言っちゃいけないよ。ああ、よかった。私も3年の間お前さん、え？このお金隠していたら気になって気になってたまらなかった。今夜本当に心の雲が晴れちゃって。まあいい大晦日だね。え？ちょいとお前さんももう3年もお酒やめたんだから、そこお道があるからさ、いっぱいやるよ。いいかな。いいんだよ、もうお前さん3年も経ったんだから。じゃあやってみるか。やってごらんな。じゃあすまねえけど大きい犬に出してくれ。え？うん、うん、え？必要だ。よし、ありがてえな。え？とで金あるし。え？うぅぅぅぅぅ、え？うん、で、この色はな、しばらく見なかったな、この色。え？本当に、会いたかったよ、ほんまに。会いたかったけども、会えねえんだよ。なあ、さけちゃん。ありがてえな、だ。なんだよ、ジュアル金が鳴ってんじゃないか。こうか？お店かの晩に、ジュアル金を聞きながら、こうやって酒が飲める。こいつは俺よそ。どうして夢になると言ってね。